こです。今回ははんぺんを使ったふわふわバーグです。この動画では高タンパク低脂質な私あいこがアレンジしたダイエット中におすすめのレシピあいこ飯をご紹介しています。今回ははんぺんを使ったふわふわのハンバーグです。意外と皆さんご存知ないのですが、はんぺんはダイエット中におすすめの食材の一つです。以前私がダイエット中におすすめのおでんの具ランキングというのをアップしたんですが、そこでもはんぺんは上位に入っていました。それははんぺんが高タンパクで低脂質な魚のすり身からできているからなんです。ただつなぎにはでんぷんが使われることが多いです。でんぷんには糖質が多く含まれていますので、このふわふわバーグと一緒に食べるお米はいつもより量を控えめにして調節してみてください。それではお料理始めていきましょう。あいこ飯スタート。材料をご紹介します。材料一覧は概要欄にも記載しておりますので、そちらもご参考になさってください。鶏胸ひき肉 300g、 はんぺん1枚、塩小さじ1/2、胡椒少々。ハンバーグにかけるおろしポン酢の量は4人分の目安量になります。大葉2枚、大根 300g、 ポン酢大さじ4杯になります。ボウルにはんぺんを入れ、できるだけ細かく潰しておきます。そこに鶏胸ひき肉、塩、胡椒を入れ、粘り気が出るまでよく混ぜます。ハンバーグを丸めるとき、手にくっつきやすく作りにくいのでラップを使うと作りやすくなります。ラップで包んで楕円形に丸めたら、ハンバーグの中央を熱が通りやすいよう軽くへこませておきます。それではハンバーグを焼いていきます。ラップから直接コロンと転がし、フライパンの上に置いたら両面焼き、しっかりと中まで熱が通るまでの間、おろしポン酢を作っていきます。大根をすりおろし、大葉は千切りに切っておきます。ハンバーグが焼けたらお皿に盛り付け、おろしポン酢をかけ、ふわふわのはんぺんバーグの完成です。いただきます。はんぺんのふわふわ食感がたまりません。はんぺんの和風なお味がおろしポン酢によく合います。ごちそうさまでした。このレシピは子どもたちにも大人気メニューで、よくリクエストを受けるのですが、家族と同じ食事が食べられて自分はダイエットできるって嬉しいですよね。ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではユナイトのジュンさんとアイコがダイエットに関する情報を配信しております。こんな情報を配信してほしいなという内容がありましたら、コメントどんどんお待ちしております。そしてこの動画がほんの少しお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。またねー。